ずは、今起きてるのが3人だから、あとは3人に話聞いてもらおうと思って集まってもらったんだけど、僕と真帆ちゃんの件でみんなに迷惑かけてごめんなさい。多分気まずくさせてしまってただろうなと思って。はいはいはい。まずはそこを謝ろうと。持ってきてもらいました。ごめんなさい。いやいや。まあまあ。で、2期生のみんなに相談乗ってもらって、2日間落ち着いて自分なりに考える時間をもらってたんだけど、その上で、こう、テーブがさ、自分がやりたいこともやっていいんだよって言ってくれたりとか、あと、S とか L とかもいろいろアドバイスしてくれて、その上で、今の問題に一つの節目とか区切りをつけないといけないと思ってて、でそういった面も含めてちょっと説明が下手で申し訳ないんだけど、なんていうか自分にできることとか自分がしたいことを改めて考えたときに、一旦じゃないね、アンダーボスっていう座を降りて、個人っていうなんか新しい道に挑戦してみるのもありなのかなって思ったのね。はい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 。そう、こう今回のきっかけとかも考えるとなんか意見の食い違いとかもあったと思うし、勘違いで意図してない言葉で傷つけてしまったりとかっていうのも中にはあって、ってなったら今いる僕のポジションを僕よりもうまく回してくれる人がいる以上、僕はその場を降りて別の形で新しいことに挑戦してみるっていうのもありなのかなっていうふうに思ったのね。個人になることでその外とのつながりとかも増えて外交にもつながるし、あとオールイン内で個人が少なくてもう一人いるよみたいな話も上がった上で、そういうテンションが起きてこれない時のカバーもできるし、あと個人がジョブを外している間は戦闘員として参加もできるから、起きれない時は個人としてその部分をカバーできるし、天使さんがいる時は戦闘員としてカバーできるっていう組織のメリットにもつながるし、あと同じ問題が起こらないようにするためとか、あとこの問題の節目というか区切りをつけるためにも、そういう道を選んだ方がいいのかなって思って相談したかった。なるほどね。なんだろう、なんて言えばいいんやろう。なんだろう。まあ一応多分すごい急にびっくりしてて、そうやな。一つ聞きたいのはどうして個人になったのかなっていう、今回の件いろいろ考えて。なんかそれはあのオールインの個人ってこと。そうだ ね、オールインの個人でやってる。いや、わかる。そのやりたいことってなった時に、まあ個人っていう選択肢が出てきたってのは、まあほんまにそういう道もあるっていう風に考えて導き出した道やと思うし、なんやろ、新しいことにチャレンジするってのはすごいいいと思うんやけど、まあ多分まだその俺らしか起きてないから俺らにしか話しないだけってのはあると思うけど、まあ、今のを聞いて正直
いや、ナリエルをないがしろにしてる感じがする。どうして？いや、その個人を増やす増やさないっていう問題が一回起こった時に、そのナリエルをまずナリエルにまず相談して、ちゃんと話を通して本人の意思を聞いた上で、そういうのも決めなきゃいけないねみたいな話をしてて、まあ現状その意思はいいと思うんやけど、そこがすごい抜けてるのと、そこじゃない気がして、なんだろうな、ちょっと俺が思うとこ言ってもいいですか？うん、今回の青とツッキー先輩のちょっとのこのいざこざっていう部分のその内容として、そのアンダーボスを一回降りるっていうのは、正直一回見直す機会で結構いいとは思うんですよね。落ち着くという意味でも、まあ一回落ち着くっていう意味でも全然俺はそのツッキー先輩がそう判断するなら俺はいいと思うんですけど、多分孤児になるっていう部分に関してはまたちょっと話の経路が別で、オールイン的に孤児を増やす問題っていうのは、そもそも何だろうな、区切りをつけるためになるのでは自分ではならないでほしい。何て言うんだろうな、孤児増やすっていうのはまたちょっと話が経路が変わった、また別問題だと思ってて。まあそうやね、そうなってくるとまたそのナリエルとかとの話し合いがまた始まるというか、オールイン的に個人として何が必要で何が今求められているのかっていうのをしっかり話し合う機会をまた設けなきゃいけないから、正直話、一回このマホとの話し合いに区切りをつけてほしいっていうのは正直自分の中ではあるですよね。で、その後々ツッキー先輩個人になるみたいな話がまた上がって、ツッキー先輩個人の道っていうのも全然俺はいいと思うんですけど、その話し合いの末になるのであれば、一旦はそのアホとのことを一回まあ解決というか一段落させてから個人っていう道に行く方が多分丸いと思いますね。うん、確かに、そうだね。アンダーボス降りるのもまあわかるんやけどね。そこはまあわかるんだけど、個人はね、なんかちょっと、そうそう、ボスの意向もあるし、そこら辺も決まってないのに、俺もちょっと、決断するほどでは全然ないんですけど、個人もいいなって思った時期はあったんですよね。特にこの今の時期って、その犯罪が起きにくいし暇な時間多いじゃないですか。言われた時に他のギャングがやってる犯罪に、まあ戦えないですけど助けに行くっていう、本を売れるっていうのを考えたら面白いなと思った時はあったんですよ。けどやっぱりそれはただの俺の好奇心であって、オールインとしての考えではないというか、オールインで考えた時に実際にポンって個人になるっていうのは、そんななんかメカニックになるとかパン屋さんになるみたいな話とはまた経路が変わってくると思って、で自分はそういうのはやめようとは思ったんですけど、個人に関しても割とデリケートな問題な気するんですよね、個人は。そうだね、そうですね、確かにデリケートな問題、そこよりもやっぱり個人的にはそのシーカとの今のそのいざこざをすっきりさせた方が、ことを最優先としてやるべきかなっていうふうに、個人はそこでも全部片付いて二の次に出ることじゃないかなっていうふうに思う、俺は。そうだね、ちゃんとマホちゃんともう一回話し合う場は設けるべきだよね。まあすごい悩んで決めてくれた解決法やと思う。いろいろ考えても俺伝わるよ。多分ね、その考えが堂々巡りしすぎて、結果なんかこれやって思ったのが別になんかそこじゃない方に逃げちゃってるというか、ちょっと一旦問題の本質を遠ざけてる感じがするから、一回ちゃんとツッキーとして向き合ってほしい。だこのまあ俺たちに迷惑かけてるみたいなのは別に仲間やから全然いいんやけど、組織として
ていうかそういう一個人の人間関係的なトラブルが組織の問題まで上がっちゃってるって現状は実質良くないことではあるよね。そうだよね。うん。でもそれ解決できんのってまあ本人たちがいろいろ歩み寄るしかないから、うん、まあ、そこはちゃんと向き合ってほしいなって思う。なんか俺ら他の当事者じゃない人たちがあれこれ言うとか当事者じゃない人たちがその話し合いの解決に持ってこうとするって俺は悪い方に行くんだろうなと思ってて、うん、結局本人たちの意思を完全に理解できてるわけではないし、うん、何を思ってそう感じたのかっていうのも俺らには聞いた話でしか分かんないし、どっちの話も聞いてからやっと第三者視点こういう感じなのかなっていうのをなんとなく分かるぐらいでしかなくて、うん、だから真帆と月先輩の件をしっかり解決するのであればまずは個人とかではなく、うん、ちゃんと真帆と向き合ってあげてほしい。せやね、うん、うん、あっちゃんが起きてきたら2人で話す時間を作りたいと思ってる。そう、あと月がアンダーボス降りたからってシーカをアンダーボスにするつもりはないから、まあ、なんかアンダーボス降りるさっき自分より、うん、アンダーボスに向いてるみたいな人がいる以上降りるみたいなこと言ってたけど、たとえそうであっても月がアンダーボス降りてじゃあシーカが入りましたってなんかその問題 それその結果がねその問題を根本的に解決してないのよ。なんかまだちょっといろいろあるのかなとか思っちゃう人もいるやろうし俺たちの中で、うん、なんかそういうのにも配慮してまあそこに新たにシーカを置くってことはまずないし、そもそもじゃあ月ガンダーボス辞めるってなってもまあ俺今全然何もしてないから何か俺がやればいいだけの話でそこは正直全く問題ない。辞めるって決めたなら辞めてくれても全く問題はない、うん、だけど自分より向いてる人がいるからとかそういう理由では辞めんといてほしい。辞める理由があるとするなら自分で考えた結果じゃあ自分にはこの役職が今重いとかちょっと今向いてないとかやりたい方向性と違うとかそういう自分の理由ならわかるけど自分以外の理由で辞めないでほしいかな。俺が言いたいのはそんぐらい。最初に聞いたのが俺ら3人でよかったかもね。なんかもっと真帆ちゃんがやりやすいように。いやそういう話じゃなくね。うん、そう根本が違うよ、うん、だからその誰々が動きやすいようにとかそういう話じゃなくてツッキーも含めてみんながより良いみんながいてより良い組織であるためにどうするかっていう話やろ。違う？そう言われるとやってるよね。自分のことは考えてなかったか、うん、この話し合いをっていうかその真帆とのことは正直話し時間が解決するような問題ではない気がしてて、うん、そうだね。その一回気持ち的には正直一回時間解決する流れっていうか長い目で見て解決したいっていう気持ちは正直わかる。俺もそういう気持ちになる。そっちの方が気は楽だけどそれはオールインとしてはすごいマイナスになってしまう。強い言い方してしまうと、うん、分かるよ、うん、まあ今はその100年後に行っちゃってる人たちもいるからあんまり起きてこないっていうのもあるけど、うん、俺が一番嫌なのはオールインとしてみんながロスサントスに起きてくるのが嫌になっちまう場所にしたくない、うん、で現に今この元月先輩の件で正直ちょっと俺は足が重かった部分もあったごめんなさい、ま、若干、うん、でもそれはしょうがないことだと思う。それは誰かのいざこざがあってそのロスサントスである何か出来事によってその気持ちの浮き沈みっていうのは確かに存在するから、うん、それに関しては正直ロスサントスのあり方というか普通だと思う人間だから、うん、けど組織のことを考えるよりもまず真帆のことを考えてあげてほしいし
真帆のことを考えてあげるっていうのは、その真帆がもっとやりやすいようにって言って自分が身を引くんじゃなくて、対等にいられる関係値を作るためにもっと面と向かって思いの丈を喋ってほしい。自分のこういう場所が悪かったっていうのも本人に伝えてあげて腹の内を明かしてくれたら、多分真帆もっと腹の内で喋ってくれると思う。アンダーボスとかなんか、そのそれとかどうこうよりもやっぱりまずは2人の問題を、まあ俺が急かすのも違うと思うけど、オールインとしての組織で考えるならやっぱり第一にどう改善するかっていうことを考えてほしいかなって思う。一旦他のことは置いといて、なんだろうな、身を引くやり方とかっていうよりかは、身を引くやり方って個人的にやっぱりマイナスだと思うからさ、言いたいことも言えなくなるし、その状況的にもね。でもそれがけじめって形で別に降りるんだ俺はいいと思うよ。今回の問題のけじめとしてとか、降りる理由も良くないし、もしそのやり合う相手が他のギャングとかだったら全然いいんですよ。もう放送にすればいいし、うん、己のそうなった時はもう俺らは確実にツッキー先輩の味方で、ツッキー先輩の主張を俺は通す、家族だから。けどオールイン内になってしまった時に俺らはどっち側につくみたいな、そういうのはできないし、あの俺らの意見はそこには出せないから、あくまでアドバイスしかできないってなったら本人同士で解決してもらうしか正直ない。真帆は多分ツッキー先輩に面と向かって多分腹の内を明かしてくれたとは思うんですよね。その正直話し合いが押したってことは実は知ってはいるんですよ俺は。この前から真帆に相談を受けてて、だったら面と向かって腹の内で話しなよって俺は言ったんですよね。で真帆的には多分そこで区切りをつけたかった。その私たちが帰ってきたタイミングとかでまたこの話が続いてるのは嫌だからっていうので区切りたかったと思うんですよ。けど、まあ、確かにそれは真帆の、まあ、言ってしまったらエゴであって、スッキー先輩的にはその話し合いから正直いろいろ物事を考え始めたというか、考える段階に入ったっていうすれ違いになってしまってるのも正直あると思うんですけど、スッキー先輩からもいろいろ意見をまとめた上で腹の底から話し合ってほしい。その時にもうオールインがとか、その真帆ちゃんのためを思って身を引くとか、そういう、まあ、言ってしまえばその作ろう部分というんですかね、そういう部分なしで本音で喋ってほしい。多分本音で語ってくれたら真帆も本音で語ってくれるし、正直それが一番解決につながると思います。なんで遠回しにしないであげてほしいかなって俺は思いますね。俺もツッキー先輩も真帆も大好きだから、こんなことでオールインとして崩れてほしくないんですよ。やっぱり正直もう3期生で下っ端でこんなやつが言うのはって思うかもしれないですけど、そんなことないよ、みんな大好きだから俺は。オールインが崩れてほしくないなって思うんですよね。その通りだと思う。二人がめちゃくちゃ悩んでるのも俺は、まあ真帆はもう俺にいろいろ相談もしてきたし、あのヘルとかとも話して、まあ、ツッキー先輩もいろいろ考えてるんだろうなっていうのも察してはいるんですよ。現に今もこうやって悩んで俺らに相談してくれてるのもそうだし、本人同士、本当は本人同士で腹の内を多分喋り合うのが一番なんですけど、けど正直そこが難しいってなる気持ちもめちゃくちゃわかるんで、そしたらまあ真帆とツッキー先輩と千代先輩と誰かみたいな感じで話して、4人ぐらいで話す、まあ言うたら今のこの状況で真帆も入れてみたいな感じですよね。話し合うっていうのも俺は全然ありだと思います。どっちしろ腹の底見せないと多分終わらない話し合いだと思ってはいるんですよね。確かに2人きりで話そうと思ってた、まあとりあえず一旦天草がいっぱい、天草とかエスがいっぱい喋ってくれたから、一旦今聞いたことをもう一回自分の中で考えてみて、
その上で、まず、まあ、シーカとの対話の、対話の場面は設けてもらって、どんな形であれね。その上で、ツッキーが今後どうしていくのかってのは、もう一回聞くわ。ちゃんと向き合った結果決めた答えにしてほしい。まあすごい難しい答えけど、まあ、いろんなものから逃げんでほしいかな。もうツッキー先輩がもう正面からぶつかるって決めるなら、全然俺らも、ああすいません、全然俺らも手を貸すし、仲間だし家族だから遠慮しないでほしいな。まあこんなもんですかね。エスも大丈夫？まあ俺としては、まあマクサと違って1対1で話しちゃうんじゃないかなって思うけどね、やっぱり、うん、でももう1対1対1で話してるんだよね。頼っちゃうと思う、頼っちゃうと思うから、腹の中全部割って2人じゃないと話せないこともあると思うしなーって俺は思ったかな、うん、1回1対1でも話してはいるんですよ、マホとツッキー先生。うん、聞いてる、まあ、知ってる。そうなんですよね。で、まあその時は正直ほは決心はある程度決めたけど、ツッキー先輩がまあ正直そういうものはなかったみたいなタイミングでやっちゃって、うん、話がうまくまとまんなかったっていうのを正直わかるっすけど、うん、で今ツッキーもいろいろ考えたタイミングだと思うし、うんうん、でももしそれで腹の内が明かしきれないなって、うん、なってしまったら、それを2回も3回も繰り返すのって相当邪道だと思ってて、そうなってしまうぐらいだったら第三者を横に置いた状態でやった方が正直丸いのかなっていう。現に1対1話した時に話の解決の糸口にまで行ってなかったっていうのが、もう一回話し合って2人でしっかりバチって決めれるかっていったら、ちょっと正直不安なところはあるんです。なんか他の人たちを入れたことによって、うん、なんだろうな、派閥みたいな意図してなくてもそういう感じの流れになりそうな気がしたから、なんかそこはもう正直、うん、平等にじゃないですけど、なんか、ね、派閥というかそこをバチバチさせるっていうのに望んでる人は一人もいないんで、まあそこに関しても俺たちが決めることじゃない。一人当人同士で話すであれ、他の人をつけるであれ、俺たちが決めることではない。ツッキーとかシーカから提案されて、俺たちがそこに行くかどうかっていう話ではある、実際。そうだね。うん。そこも含めて一旦ちょっとマジで考えた方がいい、この問題については。うん、ちょっとことが大きくなりすぎてしまった感は、うん、まあでもいずれ解決しなきゃダメだ。うん、じゃあマクサとエスは言いたいことこんなもんかな。そうですね、俺はちゃんと腹の内は言ったですね。オッケー、うん、じゃあ一旦マクサとエスは旧ハウジング出れる。うん、思った。ごめん、二人ともありがとう。いえいえ。で俺からツッキーにちょっと言いたいことがあるから、まあ言うけど、うん、まあ正直俺は今回のツッキーが至った結論を聞いて、正直がっかりした、うん、このがっかりしたっていうのは、俺にどう見えたかって話ね、これは。他のみんながどう見えてるかは分からんよ、あの二人が、うん、けど俺には本当に逃げの選択肢にしか見えなかった。個人医になるっていう話も、個人医っていう現状を増やすかどうかって話からそもそも一旦停滞してる話ではあるし、今ナリエルがいるって状況でナリエルの意思も大事、かつ、まあ、ユキンコがそもそも入るってなった時に個人医にも興味がちょっとあるみたいみたいなことを言ってて、そこの意思確認も多分ろくにできてない。まあいろいろその死として止まってる話ではあるから、そこは難しいけど、まあそこが精査されてない状況の中で、じゃあその道を選んだのは、まあ本当にやりたいことでもあったのかもしれんけど、まあ、正直あのオールイン的事情を考慮できてない。ごめんなさい。うん、あと、いや、まあ別にあのごめんなさいは大丈夫なんやけど、いろんなねことがあったと思う。
なんかそのツッキーが落ち込んでる理由って、まあ、これまで全然ツッキーって俺としてはやらかしてこなかったイメージが結構強かったのよ。まあちょっとしたポーンなんてみんないくらでもするけど、ツッキーってそういうちょっとしたポーンあんまなかったし、これまでそういうのが一気に積み重なって、こう大きいしでかしというか、ちょっと大きいやらかしかなみたいな問題が今多分立て続けに起こっちゃってて、どうしようどうしようみたいになっちゃってると思うよね。問題を起こすのは全然悪くない。まあ悪くないって言ったらいくらでも問題を起こしちゃえってなっちゃうから、悪くないことはないけど、俺は問題を起こした後の対応が一番大事だと思ってるから、そこを真摯にできる人が、まあより強くなっていくんやと思う。人間的にね。まあ今回の問題とかいろいろ踏まえて、まあ俺は正直決めてたことがあって、前回2期生で喋った時に、俺が言いたいことは正直全部伝えた。その上で、あれは、同期であり、2期生であり、仲間であり、友達としての俺からの助言、あれは。まあ今日も含めてね。今日はちょっとイレギュラーやったけど。で、もう俺は、こっからは、ちょっと厳しめな目で見ちゃうと思う。それこそ、組織のアンダーボスとして見ることになる。から、今後、なんやろう、ちょっとでも、なんか、逃げてるなーみたいな感じの見え方がしちゃうと、俺としても、まあ、寄り添うけど、今までみたいな寄り添い方にはならないかもしれない。正直俺もツッキーの意見しか聞けてなくて、問題の本質が見えてないから、あんまりね、この問題に、でかい口して突っ込めないってところがあるんよね。だから一旦アンダーボスとして物事の全体をちゃんと見ることに徹するから、どっちか片方に偏ることはできんから、あんまりそのツッキーに肩入れできんってのは許してほしい。の上で、まあツッキーの意思を尊重したい。みんなと仲良くしたい。何かの役職をするしない、辞める辞めない、全部自由でいいと思うけど、その思考にプラスで、じゃあ組織として、じゃあこの判断するのはちょっとまずいかみたいなのもちょっと加えてほしいかも。もう一回改めて考えてみる。考え直してみて。 OK、 ごめん、ちょっときつい物言いになっちゃったけど、ありがとう。伝わったか分からんけど、じゃあこんな感じでお願いします。はい、ありがとう。何言うたやか分からんかった。何を言うたらええか分からんかったから、逃げる。なんていうのかな、さっき問題が起こったばっかなんです。私、転生しようかな。マジで転生の気分なの今、ちなみいやー、なんかねー、今日ヘビーなんだよに。今日ヘビーなんだよ。ツッキーの剣さ、終着点見える？俺は現状見えてないけど。見えんよな。見えてない。でも、まあなんか、なんやろ。なんそのか、解決に向けて動きたいのはわかるけど、いやでも今回の問題の本質そこじゃないよねってところを理解できてない。だよな、そうだよな。まあいろいろ悩んで、なんかぐちゃぐちゃになっちゃったかもしれないしね。まあ多まあ、分それが一番でかいと思うけどね。静観するよ、俺は。まあ静観するしかないよな。まあカナってこんな気持ちやったんやろうな、俺ら見てた時っていうのが今マジでわかるわ。なめっちゃくよくよしてさ、何こいつ結局何がしたいの？みたいになってたんやろうな。変やったろうな。なんかなっちゃったんだな、上の立場に。
俺はまだよ、俺はまだちなみに下ではあるよ。いや、S もなってるやろ、マインドは。まあね。俺は、なんかその、アンダーボスという肩書きがあるだけで、精神的には S も同じ次元にいるからな、今。そうなんかな。結構俯瞰して見れてると思うし、物事をなんか組織としてちゃんと見れてるから。いやー、俺もともとこういうのめんどいからランク1でいいっすよとか言ってさ、警察ランク1でずっといたのに。いや、いいやん、変わってるやん、成長してるやん、いいこと。